渋備神社は、鹿児島県薩摩郡薩摩町紫尾にある神社。古くは、紫尾山三所権現と称し古くから下道院七、が里の僧者として尊敬された。北札の総鎮寺でもある。泉市高尾野町、唐ヶ崎の同盟神社と共に、国市備在社の論者とされる、旧建者。唐神社の拝殿の下から、渋備温泉の源泉が湧いていることから、 神の湯とも呼ばれている。三面の大鏡を身体とするが、それは、源の実朝が奉納したものと伝える。また、王子は、熊野権現と、同体、イザラミノ村、ことかい男命、早玉男命であったとの説もある。伝承では、第八代高原天皇の時代に解散され、紫小山と越し、山頂に熊野権現を祀って創始されたとも、あるいは、 第26代、慶大天皇の時代ともに、山中で修行していた、空各商人という僧の夢の中に神が現れ、我はこの山の大権現なり、あなたが来るのを長い間待っていた。我がために謝辞を立てて三密の胸を修し、大乗の法方を広めよとのお告げがあり、翌朝商人が山頂に立つと尊い、いかめしい木があたりを包んでいて麓へ向かって、紫の美しい雲がたなびいていた。 これを見た商人はこの山を紫大山と名付けを告げに従い山を降り、その麓を聖地と定め社殿を建立、紫大山山所権源と称したという。この時、紫、大山の山頂近くには空格商人によって上宮権源と呼ばれる小さな社も建てられた。これが由来となって紫大山は上宮山とも呼ばれていた。また山麓には紫、 小山家道院神教授という寺院も建立された。また一説には、かつて紫、小山の山頂近くにあった、東神社の最初の社史を、上宮と呼んだのに対し、昔この山頂近くにあった社がたびたび暴風で、倒壊し、また祭祀にも不便だったことから、東神社と出水した顔の町、東ヶ崎の同盟神社の2カ所に里宮として分子し、下宮と呼んだとも言われている。 共に、紫、小山を信仰の対象とする、山岳信仰を背景に建立された神社であったと思われる。日本三大実録の上岸8年4月7日に、聖六以上から十五位下へ少女された、薩摩国、紫美神に当てられるが、これを、紫、小山の大六に鎮座する出水士高尾の町、 東ヶ崎の同盟神社にあてる説もあり、さらにこの日本三大実録に、上岸10年3月8日に、聖六以上から15一下へ少女された、薩摩国、紫美人との同様の記載があることからいずれかが、広しとされるとの見方をされることもあるが、この上岸8年4月7日に、聖六以上から15一下へ少女された、薩摩国、紫美人は、 薩摩郡薩摩町紫尾の守備神社であり、上岸10年3月8日に、聖6以上から15位下へ少女された、薩摩国紫尾神は、出水市高尾野町、東ヶ崎の守備神社のことである。当神社には、中世に、西国高野さんの異名を取った、紫、小山家道院神教寺という愚僧の棒が置かれ、主権者が軍産したという。 この多くの主験者が入山した紫小山は、かつては、聖州の大峰と称され、西国有数の入り坊修練の大道場となるほどの規模を誇っていたという。当神社と現在紫小山の山頂近くにある上宮神社とは、かつて紫小山の山頂近くにあった、当神社の最初の斜視で上宮と呼ばれた元宮の伝承があるため、 佐藤宮と奥宮の関係にあるようにも思えるが、この上宮神社は、出水市、竹本地区の社家によって奉仕されている神社で、当神社との直接的な関係性はないようである。またかつて空格商人によって、紫、小山の山頂近くに建立されたという、上宮権現であるようにも思われるが、上宮神社の由一書からは、かつての上宮権現から今現在の上宮神社に、 至るまでの繋がりや経緯を示すような事項は確認できず、はっきりとした関連性は不明である。鎌倉、室町の両幕府に数計されたといい、江戸時代には薩摩藩主等津市から尊枢され、この地域の鎮守神として車両の寄付や車伝の修復が行われた。また、寛永末年に当神社の神託によって長野、金山が発見されたことで有名になった。 このような金山発見のお告げをした神が雑舎で、あるという伝承から、交際関係の参詣者が多かった。交通不便な場所に鎮座しているが、現在でも初詣には1万人ぐらいの人出で、賑わう。ありがとうございます。